はい、僕たちは動画作成ソフトウェアの番組というソフトウェアを作っています。まあ、新しい番組を作る。で、そして決定します。で、今までは映像を作るソフトウェアはあったんですけども、このソフトウェアは動画を作る、動画に特化したソフトウェアになっています。映像っていうのは今ではテレビとかで高画質なものだったんですけれども、動画はパソコンで見たりとか YouTube とかネットに上げたりとか、あとこのソフトウェアは Twitter でビデオツイートもできるような機能もついています。で、これがインターフェースなんですけれども、ここに天気があって、まあ、ここに遊べるようなシーンとか、あとはネットショップ用にさらにとか残りわずかとか送料無料などのエフェクトがあって、あとはなんか効果音とか入ってるんですけどね。で、ここがテロップで、ここが素材を入れる場所になってます。で、ここを押すとセッティング画面に行くんですけれども、で、テロップセッティング行って、例えば で、今まではテロップって自分で何秒動くとか決めなくちゃいけなかったんですけれども、僕たちのソフトウェアはこういうふうに選ぶだけでいいと。で、スタイルを打ち込んで、ここに打ち込んでスタイルを選ぶだけでもうテロップが出来上がります。で、これでセッティング画面に戻って、で、この今度はシナリオセッティングなんですけど、ここは写真とか動画を取り込めます。まあ、今回は写真を3枚ぐらいここに取り込んで、あとカメラも取り込みます。あと、これさっき撮影した動画なんですけど、動画もクリック&ドラッグで取り込めます。で、この順番通りに画像とか動画が進んでいくんですけれども、画像はこのように大きさを変えたりとか回転したりとかできます。動画はここにトリムできたりとか、あと音も変更できたりとかできます。で、さっきのスタジオに戻って、で、オンエアっていうこのボタンを押すと3、2、1で、このモニターに映ってるのが録画されます。で、さっき東京ラボとか、あとこの点キーとかを押して、で、スペースキーを押していくだけで次の画像にします。で、この声とかも全部録画されてるんですけど、で、動画はこのように再生されて、で、テロップ行ったりとかして、最後まで行くと、もうこのモニターに今映ってるのが全部録画されて書き出されるっていうソフトウェアです。で、 Twitter 用とか YouTube 用とかもあるんで、まあ、これを押してもらって書き出すだけです。はい、で、今までは動画っていうのはそうですね、まず難しいのと時間がかかるっていうのと、あと面白くなかったんですね。でも、このソフトウェアはその一般の人にも動画を楽しんでもらいたいということで、その簡単で素早くて、あとは面白いっていうところを考えて作ったソフトウェアです。はい、これ書き出したらどういう形式で書き出されますか？今はクイックタイムで、これ Mac 版なんで、今 Win 版は開発してるんですけども、 Mac 版なんでクイックタイムで、H264 で圧縮されたものが書き出されるんですけど、でもツイッター用はツイッター の, コメントログが出て、で、コメント書いて Y フログにアップして、で、このソフト上でツイッターでつぶやけるようになってます。じゃあ、その場合動画はそっちの別のところに出したものの URL が貼れる。そうですね、貼ってあって、でもこのソフトウェアからビデオツイートができるような、感じですね。 YouTube も同じようにそのファイルを YouTube に上げるようにそのコネクトして、あ、 YouTube にはまだアップロード機能ついてないんですけど、これからつけるようになります。それもこれから実装する。そうですね、はい、そうですね、このようなソフト、はい、わかりました、ありがとうございます。